で府中でですね、新年初開戦ですか、能登半島地震の緊急支援募金ということで、皆さん集まっていただいてありがとうございます。この間三鷹と調布でも募金やってまして、その時にも顔を出していただいた皆さんもありがとうございます。府中はですね、この先に大国玉神社が、ありますが、この玉地域の中の一番の武蔵の中心の神社、やっぱり玉は特に、自治が強いんですよ、昔から。で、昭島の中の方にもね、北一には北一憲法っていうのがあって、本当に歴史的にも市民自治やとか自治体の力が強い地域なので、ここから、自民党政権ひっくり返していくっていう勢いでですね、力を合わせていきたいと思います。まずは能登半島地震の、被災者の皆さんの支援ということで、府中から今日は届けていきます。皆さんよろしくお願いします。皆さん、とんでもなく具合悪くなったりしたら後ろの車の中あったかいんで避難してください。はい、もう一人、国分寺の高野さんが来る予定ですが、5時になったら、始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。どこが設定ですかね、これです。すいません、iPhone です。これはみんな出すのもみんな出すのね、集まりが来ます。画面ロックみたいなのがあるんですよ。画面ほら、こうやってやるとキュッて回転する、こうやってやるとキュッて回転するみたいな、ちょっとその設定がオフになってるので、オンにしなきゃダメなんですよ。もう3回やってますんで設定でできるの、これを設定しないと、なんかいつまでも YouTube の配信みたいに、私も今まで iPad でやってて、今 iPad が壊れちゃってないので、箱4つです。もしかしたら、ネットで iPhone で画面ロック解除って調べてみます。はい、すみません、はい、これ持ってどこへ立てばいいか、宇宙の皆様、よいしょ、マイクを使わせて、少し、この令和6年能登半島地震支援し、緊急支援募金の方ですね、令和新選組、これから、募金の方5時からですね、この場所をお借りしまして、行いたいと思います。今日はですね、調布狛江三鷹、衆議院議員の渋地真理衆議院議員も、駆けつけております。そして、国分寺昭島、中そして小平の市議も駆けつけて、能登半島の地震でですね、募金を皆様のお力をお借りしようということで、この目に、この紹介しまして、やらせていただいております。ぜひですね、5時からやらせていただきますので、募金の方ご協力をお願いいたします。市民の皆様に
今日は能登半島地震の緊急支援動き、呼びかけを行わせていただこうということで、府中市議会議員の野口中尾さん、そして近隣からもですね、秋島市議会議員の中尾秀人さん、また小平から、中村重和市議会議員、そして間もなく能登分寺市からも、市議会議員の仲間が集いまして、また各地のボランティアの仲間が、埼玉のからも集ってですね、今日は府中の皆様にぜひともありがとうございます。府中の皆様に能登半島地震の最新情報をお伝えをしながら、ぜひ府中から被災者の皆様に直接支援を届けようということで、この場所をお借りをして1時間ほど、募金活動の呼びかけさせていただいております。野口中尾府中市議会に、ぜひ今日は、ここ府中において、仲間を集めて多くの皆様の心を能登半島地震の被災者の皆様に届けようと、今日この場をお借りをしております。私衆議院議員の渋谷真理でございます。ぜひ、タオリちゃん、お気持ち少しも風が強いご協力いただけるか、高すぎると少し下げると、能登半島被災者 PTC 募金の連絡を持って呼びかけをさせていただいておりますので、ぜひともご協力よろしくお願いいたします。で、今新選組、私衆議院議員の伏見千葉でございます。で、令和新選組では山本太郎代表が、地震発災直後から現地に入りまして、特に能登半島地震の被災においては、まずは大変半島のですね、先にある珠洲市、そして輪島市、また能登町、こうしたところで今なお孤立状態である被災者の方がおられます。そして今日ここ府中でも大変冷たい風が吹いておりますけれども、能登半島では豪雪地帯ということで、大変な寒さと雪の中で過密状態にある避難所、こうした中にまだ水、食料、そして物資が十分に届いていない、それから特に仮設住宅の建設が全く始まっていないという厳しい状況でございます。令和新選組、私衆議院議員の渋谷真理です。もともと私も NGO で災害支援や人道支援をやっておりました。阪神淡路大震災から、来年で30年が経とうとしておりますけれども、残念ながら今回政府の初動の遅れや、そして特に30年間経験や知見を積み重ねてきた災害対策の NGO、 ご協力ありがとうございます。災害対策の NGO の人材活用が十分にまだできていない、このような状況の中で被災者の皆様が大変深刻な状況が浮き彫りになっております。ぜひとも今日ここ府中から被災者の皆様に直接支援を届けるため、皆様に緊急募金の呼びかけをさせていただいております。ぜひ少しでもご協力いただけましたら幸いです。令和新選組、私衆議院議員の伏見千葉、そしてここ府中の市議会議員野口中尾さん、役所からは中尾文人さん、こんにちは、お願いします。お願いします。そして各地のボランティアの仲間も集いまして、埼玉からも行っております。ぜひ令和新選組はボランティアの仲間の力で、日本を変えていこう、被災者の支援をもっともっと厚くしていこうと皆様に呼びかけさせていただいております。ぜひ緊急支援募金、皆様の心を寄せていただきますよう重ねてお願いを申し上げます。令和新選組衆議院議員でございます。それではマイクリレーしながら緊急支援募金呼びかけを行ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。では野口中尾中心会に、よろしくお願いいたします。大きな音で失礼いたします。令和新選組の中で市議会議員になっております、野口中尾と申します。今日ですね、令和の仲間が集まりましてですね、能登半島1月1日に起こった地震、この地震のですね、今まだたくさんの方が被災しております。
その少しでも力になれればということで、こちら衆議院支部となり、もう、長文高値何度もやっておりますが、今回この府中で、この募金活動をやらさせていただくことになりました。皆様、少しでもご協力いただきまして、こちらさせていただき、そして私たちができることを、募金ですね、募金をこちらご協力いただき、少しでも石川の方たちと、ここに少しでも力添えになるようにご協力いただければと思います。中心はですね、大きな声か、こんにちは、ご協力ありがとうございます。では新選組中式市議会議員の石川と申します。今日はですね、仲間が募金の緊急支援募金のために能登半島の1月1日の地震の支援募金をさせていただいております。皆様ご協力をお願いいたします。令和新選組は、このような震災にですね、全く機能していないこの与党政権に対して、今代表は石川に入っております。ぜひ皆様ご協力いただき、少しでも結構ですので、ご議論もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、令和新選組衆議院議員市議となり、そして昭島からは昭島市議会議員中尾文人、そして小平からは中倉さん、そしてこれからですね、国分寺の方から来てくれるようで、中田さん、皆で、そしてその仲間たち、ボランティアの仲間たちと一緒に、今、能登半島の復興に向けてですね、少しでも力になれればということで、今、募金活動をさせていただいております。よろしくお願いいたします。ご協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、ここでマイクを代わらせていただきます。昭島市の中尾美子さんの方から、ちょっとお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。大きな声で失礼いたしております。ただいま能登半島地震の緊急支援募金をただいま目指していただいております。令和新選組、我々は令和新選組国選選党でございます。そしてこの隣におられる方が共同代表であられます串口舞衆議院でございます。そしてその先ほど喋っていただいたのが府中市議会議員の野口中尾議員でございます。そしてその隣、小平市議の中倉市議活さんもいただいております。ありがとうございます。そして私は昭島市の市議会議員をやっております、中尾文人と申します。そしてたくさんのボランティアの方が集まってくれて、能登半島地震の緊急支援募金を始めさせていただいております。どうかご協力をよろしくお願いします。本当に元旦早々、私も本当にニュースを見るたびに辛い思いをしておりました。市議として何ができるのか本当に考えました。そしてまあ離れていてもできる支援ということで、離れていてもできる支援、やはり寄付しかないのかなと思って、活動を始めました。そして1月の6日にですね、一人で活動を始めまして、3万500円の支援を届けていただきました。そして1月の12日にも一人で活動をさせていただきまして、今まで123年どうし本当にお気持ちを届けていただきました。今日は本当に寒いですけども、どうか手を出すのも大変だと思います。チラシを持って、そしていくらでもいいので、いくらでもいいので、どうかあなたのお気持ち、お心を届けていただければと思います。どうかお願いいたします。そして昨日14日ですけども、14日でも募金活動させていただきました。2万8615円の、お気持ち、お心を届けていただきました。
大きな火災も起きて大きな被
違いも起きております。津波に漏れたところもございました。さらにも皆さんが今避難生活を余儀なくされております。皆さんこの寒い中食べるものも、まあ、やっと今だいぶ良くなってきたみたいですけども、一日をせんべいというような問題もあったということもあります。またおトイレとかも非常に、衛生面で良くない状態もあったということをお聞きしております。そういった皆さん方が少しでも安心して何とか生きるんだという希望を持てるように、そういった、心を持てるようでするためにも、やはり少しでも皆さんのために、何を募金してくれましたね。あ、どうもありがとうね。募金してくれてどうもありがとうございます。ありがとうございます。父様も、今募金をされたということでどうもありがとうございます。こういった一人一人の皆さんのお力が大きな力となって、能登半島地震で今被災されておられる方々の多分心に届くと思うんですね。皆さん方一生懸命頑張っておられます。そういった方々のためにもぜひとも皆様方のお力が必要となっております。今、募金箱を抱えて、募金活動をやっております。もしよろしければ皆さんから、どうもの守りをいただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、バトンタッチしたいと思います。それでは国分寺市議の、高野さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お疲れ様です。府中の皆さんこんにちは。国分寺市議会議員の高野文雄でございます。国分寺市議会で、令和新選組、ただ一人の議員として活動を行っております。私、北陸富山の出身でございまして、能登震災が起きた時、ちょうど富山におりまして、本当に立てられないような状況で、向こうでは本当に史上最大の揺れということでですね、ただ今日の新聞を見ますと、実はこうした断層というのは既に想定内だったということが報道されております。そしてですね、志賀原発、本当にすぐ震災の町にですね、ある原発がですね、活動中の災害で、稼働してなかったということでですね、本当にこれは活動中の災害だと、活動中の災害ではなかったと思うんですが、その原発もですね、本当に二転三転する発表で、地元では大変な不安が広がっております。今、地震の緊急支援募金を行っております。令和新選組が責任を持って、現地で活躍をしている主席のある団体に寄付をいたしますので、どうぞ皆様の温かいお気持ち、お寄せいただければ幸いでございます。私は国分寺市議会、議会議員の高野文雄でございます。国分寺から今日は駆けつけさせていただきました。他の西東京の、渕口真理衆議院議員、他の、皆と一緒にですね、能登半島、能登を救おうということで活動させていただいております。どうぞ皆様の温かい気持ちをお寄せください。イタリアでは、災害対策省というのがあってですね、700人を超えるスタッフがいて、その人のうちに緊急会議が行われ、その人のうちに、専門スタッフが現地に急行すると、そうした体制が整っているということです。今後の NPO 活動というと本当にまっすぐ私も NPO を設立した経験がございますが、本来ならばそうした NPO の活動している人たちは政府が雇ってですね、そうした専門的な知見を直接ですね、講義で運営をすると、そうした人事交流というのが、例えばカナダなんかではですね、 NPO をやっている外国人支援の人もですね、公務員になったり、あるいは公務員の市役所の人が NPO のメンバーになったりですね、現場を知らずしてですね、どうやって非常の空論でですね、計画が立てられるかということを、本当に、全く人を救う体制ができないということが今回の地震でも、はっきりしたと思います。富山出身の、高野文雄としても本当に、寒い雪のどか雪からですね、苦しんでおられる方々のことを思うと本当に、目が痛い限りです。どうか皆様の温かいお気持ちをお寄せいただければ幸いでございます。国分寺市議会に高野文雄、令和新選組でございます。
報をさせていただいております。今日は府中の市議会議員野口中尾さんを中心にですね、西東国分寺市からは、高野文夫議員、そして昭島からは、中尾文人、市議会議員、小平からも、中倉茂和市議会議員が、揃い、そして各地からボランティアの仲間が揃って、ここ府中から被災地に直接支援を届けようと、緊急募金、皆様に呼びかけをさせていただいております。それぞれの委員から、メッセージがありました通り、山本太郎代表はですね、地震発災直後から被災地に入りまして、本当に被災地の混乱をまずは見てほしい、あるいは、物資も水も食料、そしてトイレ、住まい、生きるために必要なものが届いていないんだ、このような緊急の要請を現地から受けまして、現地に入り、炊き出しなどの、お手伝い、そしてまだ政府には届いていない現地情報を見ながら政府への提言、皆様と一緒に力を合わせて、お願いします。令和新選組が直接被災地の支援を届けるために、今日も府中から緊急支援募金届けをしていこうと呼びかけをしておりますので、ぜひ皆様のお気持ちお寄せいただけましたら幸いです。ご協力よろしくお願いします。令和新選組は緊急支援募金募っておりますが、募金というのは金額の問題ではないと思っています。そうです。むしろ皆さんの気持ちと、そして困っている人、苦しんでいる人に手を差し伸べたい、こうしたつなぎ役をしているのが、この募金活動であると私は思っているんです。特に、私自身 NPO で災害支援、人道支援、30年近く、携わってまいりましたけれども、この日本が災害大国であり、そして阪神・淡路大震災から大変な30年を迎える、このような中でいつ首都直下型地震が起こるかもわかりません。今回の能登半島地震の緊急支援ということの力を尽くすのと同時にですね、特にこの間知見や経験を積み重ねてきた NPO の方々を政府に雇用し、行政の職員も被災を現地ではしているわけですから、避難所の運営やあるいは物資の配布、そしてその他のボランティアの皆さんをどう一番効果的にマネジメントをしていくのか、こうした被災地支援の人材をもっともっと日本は幅広く政府が積極財政で支援をし、ありがとうございます、皆さんの命を助けていく新しい仕組みを作っていきたいと思っております。令和新選組では山本太郎代表を中心に現地の情報、そしてニーズをしっかりと政策提言していくのと合わせ、各地のボランティアの仲間たちと緊急支援募金、今日も府中から呼びかけをさせていただいております。野口中尾市議会議員、府中で活躍をしてくれておりますので、今日は仲間たちが揃ってここ府中から被災地への緊急募金、皆様にお呼びかけさせていただいております。ぜひ皆さんのお気持ち、少しでも構いません、ぜひともお寄せいただきますようよろしくお願いいたします。直接、責任を持って被災地にお届けいたします。能登半島では特に半島の先にあります珠洲市、そして能登町、また輪島市、この3市では孤立状態にある皆さんが今もおられるんですね。報道によりますと、少しずつその数は減ってきているとは言っても、ただ、何百人という単位で、一時は3000人と言われていました。こうした方々が孤立状態にある、このような状況が少しでも改善をしていこうと、緊急支援金もやらせていただきたいと思っております。また、避難所については、特にこの例えば、府中においては、皆さん、避難所足りてますでしょうか。もし地震が起こったときに、避難所について、例えば介護が必要な方であったり、障害者施設でサービスを利用されている方が避難所に行ったときには、福祉的なケアがしっかりと完備ができる、このような安心できる避難所ということも提供していく必要があると思っています。日本は残念ながら避難所が大変貧相だ、このように言われて、外部管理マークを打ちないというような状況が今も続いているわけですね。これこそまさに平時から備え
備えをしっかりとして改正をしていかなければなりません。令和新選組では防災省あるいは防災庁をしっかりと政府に設置をし、そこにこれまでのさまざまな知見、そして行政の手腕、そこに合わせて現場の経験を積み重ねてきた皆さんのありがとうございます知見を合わせて平時の備えと、そして緊急時には被災した自治体にこうした専門的人材を派遣をする、このような新しい仕組みを現在も作っていきたいと思っております。それこそが災害対策の日本に今こそ必要であり、被災者の皆さんの緊急支援と合わせて、中長期的にしっかりこの国を守る、何があっても心配するな、このように言える社会を今後府中から作っていきたいと思います。ぜひ皆さんのお力をお寄せいただきますようよろしくお願いいたします。今日は能登半島地震の被災された皆様にここ府中から直接支援を届けようと緊急募金呼びかけをさせていただいております。最近寒い風が吹いておりますが、被災地今も今日は雪だということを聞いております。大変過密状態にある避難所、なんと福祉では9割の皆さんが家屋が全壊しているという状況の中で、避難所自身が過密状態である、なので家屋がしている家屋の中で在宅避難をされています。ありがとうございます。大きな音で失礼いたします。交通公共の皆様、電池ブロックのところはまずいですよ。あ、はい、はい、ありがとうございます。交通公共の皆様、失礼いたします。交通公共お疲れ様です。これからお仕事に行かれる方もお疲れ様です。2024年1月1日16時10分、今までテレビをつけながら電化場を見とった、ちょっと揺れてすぐにでっかい揺れが来た、縦とか横とかもうわからん、で、大いに揺さぶられて家の中のものが倒れて、命からがら外に出て、コンクリの道路が大蛇みたいに揺れとった。今回能登半島で大きな地震が起きました。岸田首相は震災から2週間近く経った13日後、1月14日に再辞任しています。2週間後ですよ。これはおかしいと思いませんか。令和新選組の、今令和新選組の市議とですね、国政国会議員の渋地真理とで合同で、支援金の募金の方も活動させていただいております。ご協力よろしくお願いいたします。2週間後に岸田さんは現地に入りました。1995年の1月17日阪神淡路大震災の時はですね、当時の首相の村山さんは2日後の19日に被災地に行きました。皆さんの記憶にも鮮明に残っている2011年3月11日の東日本大震災の時、首相は菅直人さんは翌日の3月12日に現地にしました。ダメだダメだと言われていた安倍晋三さんでも、2018年6月18日の大阪北部地震の時、3日後の6月21日に現地にしています。岸田さんは何やってるんでしょうか。一国の首相で権限のある総理が動かなくて、一体誰が動けるのでしょうか。令和新選組の山本太郎、被災地でカレー食べたとか行くのはおかしいとか言われてますけど、真っ先に行っているのは山本太郎です。口開けて待っててもですね、どうにもならない。時間だけが過ぎて、ありがとうございます。被災者だけが増えていくこの状況です。こうなることは目に見えて分かっています。岸田総理は緊急時であっても頼れる存在ではありません。もし今ここで地震が起き、皆さんが被災したとします。現状把握に岸田さんが来るのは2週間先の1月の下旬になります。想像してみてください。電気もガスも水もない、おまけにこの寒さ真冬です。雪が降ってくるかもしれない。今回の石川県の地震での死者数は現在300人を超えると言われています。1月2日には輪島中学校のグラウンドにヘリは降りていたと言われております。1月7日には習志野で
自衛隊第一空間空挺団は演習をやっていて、そこに大型兵が32機、単純計算で1500人の自衛隊員を一気に移送できるという話もあります。また地震発生の翌日に自衛隊は1万人の救助隊員を退避させていたそうです。これだけの人数が救命に向かえば何人の命が救われたのでしょうか。一番大切なもの、それはかけがえのない命です。沖縄に無事の宝という言葉があります。お金やどんな所有物よりも大事なものは命である。失うと二度と手に入らないという意味です。協力ありがとうございます。命こそが宝だと、被災されて亡くなった方々の命こそが宝です。元日から未だに沖縄になって大変な人たちがたくさんいます。ご協力ありがとうございます。その方たちに少しでも何かを届けたい、その思いで今日多くの仲間たちが駆けつけてくれました。誰もやってくれない、誰も頼れないなら自分でやる、そういったただそれだけの思いでやっております。皆様の温かいご支援ご協力を、石川の被災にされている方、そして被災地のためにですね、お心をいただけないでしょうか。よろしくご協力のほうよろしくお願いいたします。令和新選組の山本太郎が被災地に向かいました。しかし批判もありました。しかしですね、岸田首相がやっていることは、この被災者をですね、本当に見殺しのような形で放置している、それは皆さんの目にも映っていると思います。岸田首相に頼ってでも何も進んでいかない、私たちができる小さなことかもしれませんが、少しでもですね、皆様の力を合わせまして、皆様の力を合わせて、もしかしたら皆さんの地元に地震がいつ起こってもおかしくない、これが地震大国日本です。この状況をですね、変えなければいけない。ぜひですね、このように令和新選組と名乗っておりますが、皆さんのため、私そして自分たちのためにもですね、この国を変えていかなきゃいけない、その思いで今このように仲間が集まってですね、皆様に、お迎えさせていただいております。令和新選組の衆議院議員串口真理、衆議院議員串口真理、そして昭島から中尾組人応援に駆けつけてくれています。そして小平からは中倉重和市議会議員、そして隣の国分寺からはですね、高野文雄市議会議員、そして私は府中市で市議会議員やっております野口中尾と申します。令和新選組、このようにですね、今力を合わせないといけない、力を合わせて皆様の力をお借りして、そして今被災されて、この今の寒さよりももっともっと寒い状況の中、まだ助けを、待っているたくさんの方たちのためにですね、少しでも力を、皆様の力と合わせてですね、支援金という形で、この少しでも力になればと思い、このように活動させていただいております。ぜひ皆様のご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございます。大きな音で失礼いたします。学校帰り、そして仕事帰り、ここから仕事に向かわれている方、ありがとうございます。お受け取り、すいません。皆様、このようにですね、今力を合わせていかないと、被災地がですね、どんどん置き去りされて、石田文雄が何もしない、本当に見せていくんじゃないか、そのように思えてなりません。このようにですね、各地域で今支援活動を行っております。皆様もぜひご協力いただければと思います。大きな音で本当に申し訳ございません。チラシの受け取り、そして寄付のご協力も本当にありがとうございます。そしてこの寒い中、たくさんの仲間集まっていただいて本当にありがとうございます。それではですね、続きまして、
東京から令和新選組の、新しく誕生したですね、去年誕生した地方議員、そして渋口真理、今回議員とですね、一緒に、府中の皆さんに、お伝えしております。能登半島地震、私、高野文雄、北陸富山の出身でございます。当時、その時まさに、富山におりまして、大変な揺れを経験いたしました。そして本当に、原発の問題、本当に、防空、福島のようにですね、なるんじゃないかという問題、本当に注視をしていましたが、方法はですね、本当に二転三転して、神経はですね、2年止まってしまったと、震度7をですね、想定外だというですね、想定外だなんてもう、10年前にですね、もう福島の原発でもう散々化された想定外ということが未だに生きているというですね、本当にびっくりする、現状、本当に富山、石川でですね、本当に現地で、体験をいたしました。本当に、恐ろしい、数時間、数日を、過ごしておりました。今、国分市議会議員をやっております、高野文雄でございます。今、野口中尾、府中市議とですね、一緒に、今、こうした、政治、この、想定外ということを繰り返す、この、残念な政治をですね、繰り返したいということで、多くの令和新選組の議員が誕生して活動しております。答え方は大川茂勝、市議会議員、そして秋島からはですね、通称ウィトルスさんと言われている中尾ウィットさん、中尾ウィットの市議が今一緒に、今能登半島地震への緊急募金を行っております。どうか皆さん温かい気持ちをお寄せください。今私たちにできることを、この足大きなことはですね、現地に向けることだというふうに、考えております。これまでの震災の経験でも本当になかった、みんなで、危険性ではなくて行くのを実施しようなんていうですね、本当にとんでもないことがですね、政治で行われているということで、こうしたことに対して、やはり市民、そして国民のですね、私たち一人一人が怒りの声をですね、声を上げていく、助けてくれという声をですね、助けようよという声を、もっともっと報告していきたいと思っております。国分市議会議員、高野文雄でございます。今、渋谷に、衆議院議員、そして、他の西東京の令和の、議員と一緒に、能登半島地震への緊急募金を、活動を行っております。ぜひ皆様の温かいお気持ちをお寄せください。さっきの話よかったですね。さっきの話よかったから、皆様、お過ごしの皆様、令和新選組、令和新選組です。ありがとうございます。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。今ですね、被災地、能登地震、能登半島ではですね、この寒さよりもですね、数倍寒い中、床にですね、地べたに寝泊まりしたりですね、本当に厳しい状況が続いている中、岸田首相はですね、全然その支援を、一切支援をですね、全然ほどほどしてしまっている状況です。少しでもですね、令和新選組にできることないか、そういうことでですね、今何回もですね、この募金活動をさせていただいております、令和新選組の仲間たちが今集まりまして、この半島にですね、少しでも力になりたい、そういうことでですね、こちら府中会議室前お借りいたしまして、支援金、募金の活動もさせていただいております。5時から6時、お時間をお借りしまして、この場所をお借りいたしております。サミナーが、そして仲間たちも、集まってくれて、協力して、少しでもこの差しになれば、そういうことで、皆様のお力をお借りしたいと思いまして、今活動させていただいております。大きな音で失礼をいたします。聞いていただいている方もですね、本当に寒い中ありがとうございます。先ほどから、お声掛けいただいて、
募金していただいて本当にありがとうございます。令和新選組、令和新選組は今岸田首相がですね、広い対策しかしていないこの状況の中ですね、少しでも令和新選組としてできることをどうぞどうぞ、すいません、ご協力ありがとうございます。マイクがなんかご協力の皆様、令和新選組の仲間たち、今ですね、この番号、この番号自身の支援にですね、皆様、お力をお借りしたい、どうぞよろしくお願いします。募金活動の方をさせていただいております。それでは続きまして、マイクを回していただきます。足利市市議会議員、中尾文人さんから一言をいただきたいと思います。皆さん、こんばんは。大きな音で失礼いたしております。我々は国政政党の令和新選組と申します。共同代表の串口真理、衆議院議員筆頭に、3党といいますか、市議会に、4名が集結しまして、そしてたくさんのボランティアの方々とともに能登半島地震の被災されている方々への緊急支援募金を集めさせていただいたということでございます。どうか皆様、あなたの気持ち、お心をどうか届けていただけませんでしょうか。どうか責任を持って届けさせていただきます。あなたのお心をお気持ち、お支援のほどうかご協力のほどよろしくお願いします。しっかりと届けさせていただきます。国政政党令和新選組と申します。府中市議会議員の野口中野市議会議員、そして国分寺市議会議員、中倉市議会、そして小平市議会議員ですね、そして国分寺市議会議員の高野文雄、そして私、足利市議会議員の中尾文人でございます。そしてボランティアのメンバーが集まって、ただいま能登半島地震の緊急支援募金を集めさせていただいているところでございます。どうかご協力のほどよろしくお願いします。実績のある緊急支援団体への寄付を予定しておりますので、どうか安心してあなたのお気持ち、お心を届けていただければと思います。どうかご協力のほどよろしくお願いします。本当にこの簡単操作のつらいニュースが続いております。私自身も市議として何をしていいか本当に悩んでまいりました。そして山本代表が被災地に入って、で私は本当にどう動いていいのか答えを待っていました。でも本当に待ちきれず、6日の日には一人で募金活動を行ってまいりました。もうたくさんの本当に子供たち、たくさんの子供たちが本当に少ない今回の中、自分の財布の中から入れてくれるんですよ。本当にそういう優しさ、ぬくもりを本当に被災者の方々にしっかりと届けますので、私たちは本当に力の限りどうかしっかりと届けてまいります。どうか皆さんご協力のほどよろしくお願いします。責任を持って届けてまいります。そしてこの長尾文人もしっかりと支援をさせていただきます。昨年議員報酬が上がるという条例がありました。引き上げられるという条例があったんですよ。この30年の不況で、そしてコロナがやってきて、今皆さんに多くの人がっている物価の中でございます。その30区の中、議員だけの報酬が先に上がるという、どうもこんばんは、よかったらご協力のほどよろしくお願いします。議員だけの報酬が上がるという条例、私中尾文人自身が反対をいたしましたが、13対8で可決してしまいました。本当に申し訳ございません。国民の皆さんが苦しんでいる中、議員だけの報酬が上がる、私はずっと悩んでおりました。そして今回のこんばんは、どうぞ半島自身の
支援の輪が本当に皆さんに広がるように私は心が願っております。どうか皆さんご協力のほどお願いいたします。どうかどうか皆さん緊急支援募金ただいま集めさせていただきます。責任を持って令和新選組届けてさせていただきますのでどうかよろしくお願いします。では令和新選組共同代表であります福祉部チームに衆議院議員にお礼マイクを合わせていただきますのでよろしくお願いします。皆様こんばんは。マイクを交代いたしました。令和新選組共同代表を務めております衆議院議員の串口真理でございます。今日は府中の市議会議員野口長尾さんを中心に各地から地方議員そしてボランティアの仲間が集まりまして、ここ府中から能登半島の被災地の皆様に直接緊急支援募金を届けようと呼びかけをさせていただいております。先ほどマイクを持ちましたのは昭島市議会議員の長尾文人さんです。大変元気いっぱいにこの元気も被災地に届けようということでこの輪を、皆さん普通でもありがとうございます、広げようと提案を通してメッセージを届けさせていただきました。そしてここ中心地府中においては野口長尾さんがですね、今回こうして多くの仲間を集めて府中の力を能登半島にと緊急募金ぜひ今日やろうじゃないか、今日はどうも体が強い、こうした天候の中でもそれでも今被災地の皆さんにはさらに大雪だったり氷点下だったりもっともっと深刻な状況があるわけです。ここ野口長尾さん府中の市議会議員が中心になって普通の市民力を能登半島にと皆様に緊急募金呼びかけさせていただきました。ぜひ皆さん少しでも結構です。本当にお気持ち、お寄せいただきましたら幸いです。こんばんは。そして小平市からはこんばんは、よろしくお願いします。こんにちは。そして国分寺市からは高野美代さん、また埼玉や各地からもボランティアの方が大勢駆けつけてここ府中から能登半島の被災者の皆さんに緊急支援ということで祈りの呼びかけをさせていただいております。ぜひ皆さんもしお寄せいただきましたら幸いです。令和新選組では山本太郎代表が発災直後に被災地に入りまして、今なお2度目の被災地訪問をし、現地のニーズだけではなく避難所過密状態がある中で本当にまだ仮設住宅の設置も始まっていない、そんな中で在宅避難をしている方々やまた車の中で駐車場に寝泊まりしながら避難されている皆さんに食料配布やあるいは電気の調査、それを生産制限にと情報最新情報をご用意いただき力を合わせているところです。そしてその声を直接今度は農業から緊急支援よろしくお願いいたします。では新選組です。
月に重なってまいりました。しかし残念ながら平成府に御社の方で人材が抜かれやすい形で支援体制というのが自分をどうしても遅れてしまっているのが今の政府の実態であります。まあ、今回は5月に発災した地震ということもあって残念ながら主導が防げているようになるとしても、こんにちは、平和新選組と申します。Thank you.
国分寺市
会議員、高野文雄でございます。お隣の国分寺から駆けつけさせていただきました。府中国分寺、この隣にあった地域ですね、実はの PFAS 問題、水汚染の問題でも大変深刻な汚染が続いている一方で、行政が全くですね、市民の不安に、耳を貸さないということも、この震災の問題とも本当に共通しているなと思います。防衛費上がる中、防衛費よりも防災費、上げるべきだと、お訴えをしております。令和新選組、国分市議会議員、高野文雄、府中市議、野口中尾さんと一緒にですね、そして他のみんなと一緒にですね、西東京、頑張っていきたいと思っております。どうか令和新選組に、温かいご支援、そして能登震災のですね、募金活動への温かいお力を、ご協力をお願いいたします。はい、では、伏見真理衆議院議員に最後に、マイクをお渡しいたします。皆さん今日はありがとうございました。5時から、6時まで1時間、この場所で緊急募金を呼びかけさせていただきました。令和新選組、私衆議院議員の伏見真理です。山本太郎代表を先頭にですね、ここ府中においては、野口中尾市議会議員が今日は多くの仲間たちに呼びかけ、府中の市民力を能登半島地震の被災者へと電話してご協力を、皆さんにいただきました。本当にありがとうございました。責任を持って被災地にお届けし、能登半島の皆様を救うこと、そして特に、ここ府中そして東京に、もしも所属がある支援が来たような時にはしっかりとあの時平時から備えが必要だ、その政策を提言し、令和新選組が先頭に立ってよかった、このように皆さんに言っていただけると、何があっても心配するな、そうした社会を作ってまいります。ぜひ皆さん、能登半島地震の被災者の皆様に引き続きご注目をいただき、ご支援賜りますよう、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。